どうもウエストランド井口です。はい、活動報告動画でございます。まあ活動報告動画といってもね、今はワールドカップ期間真っ只中ということなので、まあワールドカップ関連のお仕事をねさせていただいたりもしてるんですけど、まあ、見る方もね、楽しく、まあ、とにかくね楽しく見てるんですけど、ちょうど今ね、オーストラリアとチュニジアの試合が終わりまして、ファジアーノ岡山所属のデューク選手が見事ゴールを決めまして、オーストラリアが1対0で勝利という結果になりました。いや素晴らしいですね。オーストラリアのね1戦目フランス対オーストラリアの試合をですね、アベマのスタジオからこう見させていただいてですね、まあその時もスタジオでもですね、デューク選手の話をしたりとか、まあ実際試合も見ながらデューク選手を応援してたりとかもしたんですけど、2戦目の今日、デューク選手がゴールを決めるということで素晴らしいですね。まあワールドカップにこう出てるだけでかなり誇らしい気持ちにはね、ファジアーノ岡山のファンとしてこう岡山出身の者としてね、誇らしい気分になってましたが、このワールドカップでゴールを決めるということで、いやー嬉しいですね。しかもオーストラリアの勝利ということで決勝トーナメント進出に可能性をつなげたということもありますから、非常に嬉しい限りでございます。まああと他にはですね、ブチラジの方でも言ってた通り、こうワールドカップ関連の密着とかもね、ついたりしてたので、その辺も出るんじゃないかというふうに思ってるんですけど、一日ね、いろんなところをこう撮っていただいたり、まあ忙しい中どうやってワールドカップを楽しんでるかっていうような感じで、いろいろ撮ってもらったりしてたんですけど、ちょっとね僕もそこの場面をね撮っていただいてたか、どうか、確かおそらく撮っていただいてたと思うんですけど、まあライブがあって、K プロさんのライブがあって下北であったんですけど、下北のそのライブの楽屋でですね、まあサッカーの話をみんなでしてるところをねこう撮ってもらってたと思うんですけど、その日が、日本戦の日だったので、その日の、22時から日本代表対ドイツ代表があるという日でしたので、まあ当然その話になって、日本どうなんだろうなみたいな話の中で、スコア予想どうですかみたいなことになって、そういう話になって、井口さんどうなんですか実際みたいな話になって、僕はね2対1で日本が勝つって言ったんすよ。これがね映像としてあの密着のカメラに残っていたらすごいことじゃないですか。当然ね信じて応援してましたし、信じて応援してた人はたくさんいると思いますけど、2対1で日本が勝つということを当てるというのはこれはすごいんじゃないですか、なかなか。まあ、とにかくね、日本代表勝ってくれたことが、何より嬉しいですしね、素晴らしい結果となりましたし、これからも楽しみということになるんですけど、まあまだね、もちろん気は抜けませんしね、終了のホイッスルと同時に、本田圭佑さんもね、気を引き締めてましたが、次ね、だから明日です。明日、コスタリカ戦が、ありまして、まあコスタリカ戦にはね、何としても勝っていただいて、まあ当然ね、侮れない相手ですから、コスタリカもね、コスタリカ戦には勝って、そしてですね、ドイツがスペインに勝ってしまうと、いろいろこう、ちょっとまた複雑になってきて、2勝1敗で3チーム並ぶみたいな可能性も出てきてしまうので、ここはちょっともうスペインがドイツを倒していただいてですね、日本もコスタリカにしっかり勝って、こう早めにね、決勝トーナメント進出をしっかり決めてくれたらいいなというふうに思っております。まあ、僕はですね、明日は、ライブに2つ出させていただきます。練馬でのライブの後にですね、オードリーさんのライブに出させていただきます。非常にありがたいですね。こう M1 の時期でもありますから、このタイミングでライブ出させていただくの非常にありがたいんで、まあライブの前後といいますかね、もしかしたら移動中とかになるかもしれませんけど、こう日本代表ね、応援したいというふうに思っております。やっぱりこうワールドカップが始まればね、やっぱ盛り上がりますしね。よかったですよ。なんか今、買えないみたいですね。代表のユニフォームもなかなか、発売と同時に買ってましたから。いいやつ、高い方のやつ買っといたんで、なんとかねまた日本代表応援したいと思いますんでね、その辺の話もしていけたらなというふうに思っております。あとはですね、まあ、また、まあ、いろいろこうオンエアになるものもあるとは思いますし、まあ、何より M1 がありますから、おそらくもうちょっとしたらね M1 準決勝の出順とか発表になったりとかして、いよいよという感じになってくると思いますんで、もうあとはやるだけですから、
M1 は、30日に準決勝があって、その日に決勝進出メンバーは決まりますから、そこに残れるようにね、全力でやっていきたいと思います。やっていきたいと思いますし、あとはね、あの腰が痛いんですよね。すごい腰が痛くて、そのまあ全身すごい凝ってるんで、そっから来るものかと思ったんですけど、なんかそういう感じじゃちょっとなさそうで、マッサージとかね行ったりして、まあ当然ね、なかなかそう凝りが全部解消されることではないですけど、いろいろマッサージとかしてもそうじゃない痛みがちょっと腰にあって、こうかがんだら痛かったりして、まあ要はね、歯磨きする時に痛いとか、靴下履く時に痛いとか、ちょっとそういう感じなんで、時間がある時に見てもらわなきゃっていう感じなんですけど、何なんでしょうね。やっぱあんまりその腰痛とかになったことがないんで、腰が痛いということがこう新鮮にすごく嫌で、新鮮にすごい大変なんですけど、ちょっと早くなんとか見てもらって良くなればなというふうに思ってます。あと散髪しました。今日散髪にも行ってきてね、なかなかちょっと早めに行きたかったんですけど、散髪も行けるタイミングなかったんですけど、髪を切りましたんで、気合を入れてですね、 M1 に向かっていけたらなというふうに思っております。本当に M1 とね、ワールドカップが同時期にありますから、個人的にね、個人的にもヒリヒリしますし、応援する側としてもサッカーファンとしてもヒリヒリしますし、まあどっちにしろね、どちらもワクワクするという面もありますから、サッカーも好きでお笑いも好きな方はね、いろいろ楽しい季節になってるんじゃないでしょうか。まあいずれにしても30日で決勝に行くかどうかの結果は出ますんで、そこに向けて頑張っていきたいと思います。まあライブもいろいろやらせていただきましたし、あとはやるだけですね。まあ健康にしっかり気をつけて、やっていきたいと思います。なんかヤクルト1000がね、急に売ってたっていうか、すごい売れてる時期を経て、まあ今もね、全然あれなんでしょうけど、あの自販機にね、売ってたんですよ。荻窪の自販機にね。売ってるわって、いつももともとあったんですけど、ずっと売り切れだったんですよ。まあ、売り切れじゃないタイミングも一瞬はあるのかもしれないですけど、やっぱすぐ売り切れてて、いつ見ても売り切れだったんですけど、この前見たら売り切れじゃなかったんで、売り切れじゃないな、あるわと思って買って、今度からここにあるなら買おうかなと思ってたんですけど、まあ今日とか昨日とか見たらもうやっぱり売り切れになってましたね。まあ補充されてるのか補充されてないのか、補充されてもすぐなくなってるのか分かりませんけど、まだまだ、大人気みたいですね、ヤクルト1000。あれは何がいいんでしたっけ。結局その眠りがいいんでしたっけ。寝る前に飲むのがいいんですかね。まあそうだとしたら帰りにね、荻窪駅に着いた時に売ってたらすごいいいなとは思うんですけど、まあそんな考えの人はたくさんいるんでなかなか買えなかったりもするんですかね。まあそういうのもしっかり、まあ気をつけてね、湯船に浸かるとか、まあいろいろ気をつけてしっかり健康にね過ごして M1 に備えたいと思いますし、ワールドカップを応援したいと思います。どういう感じになるかな、ワールドカップのちょっとタイミングがね、日本戦のタイミングがここからどうなるか、ね、そのスケジュールとか次第にもなってくると思いますけど、まあ皆さん的にはね、明日日曜日の19時キックオフなんで、最高のタイミングという方が多いんじゃないでしょうかね。そのタイミングでサッカーみんな見るから相当盛り上がると思いますし、ここで勝って決勝トーナメントとか決めたら、またすごくサッカー熱もね上がると思いますんで、それを期待しましょう。あとは何ですかね、そんくらいかな。まあまあまあ、またね、相変わらず急遽撮ってるんで、何を話すかすっかり忘れてるというか、何もまとまらない状態で始めてるんで、まあそんなもんですかね。ちょっとまあ洗濯したりとかね、いろいろして、時間がある時にやれることをやりたいと思います。そんなとこですかね。まあ基本的にスケジュールとかはね、ツイッターで、告知していきますので、ツイッターの方をね、ぜひぜひフォローしていただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。あとはまあインスタもやってますし、最近ちょっと書いてないですけど、ノート、ブログみたいなやつねもやったりしてますんで、最近新たにこのチャンネルをね、チャンネル登録してくれた方はそういうのもちょっと、気にして見ていただけたらと思います。なんかね、ルンバがあるんですけど、ルンバをね、起動させて家を出たんですよ今日で。掃除してくれてるかなと思って帰ってきたら、なんかね、あれ何なんだろうな、パーカーの紐みたいなやつがすごい絡まってて、
めちゃくちゃスタートした直後ぐらいの感じで止まってたんですよ、ルンバが。うわ、結局まあ何の紐かよく分かんないんですけど、それを取り除いてもう一回ピッて押したんですけど、まあ、充電がなくなってたみたいで、充電のところにそのまま帰ってって、まあちょっとまたタイミングでやるかと思ってたんですけど、充電いつ終わるんだろうみたいな思ってたんですけど、今急に動き出しましたね。どういうことなんでしょうか。充電が完了したら動き出す感じになったのかな。ちょっとちゃんと使い方が分かってないですが、なんか急に今ルンバが動き出したんで、ちょっと暴れ回る前になんかしなきゃいけないんで、片付けたりとか、止めるのかなんとかしたいと思います。ということで、日本代表応援したいと思います。ちょっとね、生配信がなかなかできなくて申し訳ないです。いつかタイミングがあれば日本代表の試合見ながら生配信もしたいと思いますし、まあ、代表に限らずね、注目の試合があって、皆さんがこう見やすい環境であれば、一緒に見る配信もしたいと思いますんで、楽しみにしておいてください。ということで、最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。腰になんかいい方法とかもあれば教えてください。ということで、また何かしらの動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。